はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は音楽の制作をするにあたってとっても大事なベースのプラグインを2つご紹介したいと思います。どちらも日本語解説がほとんど見当たりません。少し参考にしていただければいいかなと思います。今画面に出てるプラグインが本最近に発売されました WA プロダクションのファンダメンタルというソフトです。ファンダメンタルというのは基本的なとか本格的なと訳されるんですが、まさにベースの基本的な部分をとっても便利にできるソフトです。まず何も入ってない音楽を聴いてみましょう。あまりフレーズなどに左右されないように、すべて C のコードで循環させています。そしてこの画面の説明ですけれども、とっても簡単な設定になっております。画面の左の緑のところがサブベースをコントロールするところでして、いわゆる超低音ですね、それを司ります。そして右の黄色いところがもう少し上のベース成分をコントロールします。その境目は真ん中の棒で自由に設定ができます。そして左はバランスというのがありまして、バランスをどういうふうにとっていくか、そして強さであったりとか、このミックスってあるのは、よくエフェクトプラグインにあるように原音とエフェクトされた音とのバランスであったりします。そして真ん中に2つ位置するのはワイドです。ステレオの広がりをどのぐらいにするかということですが、多分サブベースの場合はあまり広げない方が音に芯が作れますので、ステレオ感はこのようにない方がいい音楽が多いでしょう。これから鳴らしていきますが、どんな感じであるか、いろんなパラメーターを回しながらやりますので聞いてみてください。右に行く方がサブベースの成分が多くなりますので、柔らかい音になります。左にやりすぎてキャラクターは好みになったんだけれども、音量が大きい時はここで調整ができます。音の割れないように設定してください。右側のドライブを下げていくと高音成分が減ります。このバランスはちょうどコンプのような働きをします。はい、左側のバランスを下げるとかなりサブベースの量が減りましたよね。またローカットハイカットもできます。このようにベースの成分をどんな割合で出していくか、そんなことができるツールです。ジャンルにもよりますけれども、僕はこの辺が案外好きですかね。
他の楽器とやってみましょう。次からギターも入ります。このようにですね、決定づけるパラメーターがたくさんあるようで、案外難しくなく、自分の感覚で操作できるところがとっても素晴らしいと思います。今までもたくさんサブベースを上げるソフトウェアなども購入しましたけれども、どうしてもサブベースを上げていくと、確かにベースの迫力は良くなるんだけれども、いわゆるベースのモコッとした感じで音程などが分かりにくくなってきたり、そういう特性がベースにはありますけれども、このソフト一つでですね、その辺のところをうまくコントロールできるんではないでしょうか。僕の場合はウェイブスのベースライダーというソフトも使っています。これはベースの音量をある一定に保つためです。生演奏なんかをした時にもどうしても指に力が入らなくって小さな音になったりします。もちろんある程度の強弱、いわゆるダイナミクスはあった方がいいんですけれども、ベースの場合は少し他の楽器と違って低音が大きくなったり小さくなったり、音楽の制作の基本部分があまり揺らぐと楽曲自体が不安定になります。極論すればベースのベロシティというのはほとんど一定でもいい音楽が多いと思います。そういう時にこのベースライダーは重宝すると思います。そして先ほどのファンダメンタルよりも先に入れて、まず整えてから音作りを考えています。もう一度ソロで聴いてもらいます。左でどのぐらいのところを調整するかを決めます。その前にターゲットで今鳴ってる平均的な音量をターゲットにします。そしてこのディテクトのところでセンシビリティというのがあります。これは低い音を中心に取ってくるのか、もしくは高い部分を検知してこのベースライダーを制御するのかが決まります。これは平均的なところでいいでしょう。そしてリリースのタイムがゆっくりなのか早いのか、このレスポンスで決めることができます。そして右の2つのノブはちょっと特殊です。左の方はレコーディングした時に他の楽器とのかぶり、いわゆるノイズを無視する機能があります。今はMIDIの音なのであまり影響がないです。そして右の方は突発的にドゥンドゥドゥンドゥンというような、いわゆる高い音が急に入ってきたりとか、そしてスラップベースのようにすごくきつくするところがあった時に、それをどの程度無視するか、その辺を調整できるツールです。そして右の方は、総合的なアウトプットです。今はどちらかというと
下げる方向に音が入った時に一瞬下がっています、ターゲットが上の方にあるからです。左の方にすると音はさらに抑えられて、そして右の方に持っていくとターゲットを大きめの音量にしようと動き出します。このように音を整えてからファンダメンタルを入れるのがいいでしょう。切ったり入れたりしてみます。はっきりキャラが分かりますよね。すべての音で聞いてみます。はい、どうでしたでしょうか。ベースの音作りというのはそこまで気にされる方も多くないのかも分かりませんが、ここをきっちり作り込んでおくと音楽がとっても安定します。音作り自身は好みですので、どれが正解というのはありませんけれども、今回のファンダメンタルはキャラ自身をこちらで作れますので、単純にその後イコライダーで高音低音その辺の周波数だけを気にして作れば、音のキャラはこのファンダメンタルに任すことができるんではないかと期待しています。今回日本語解説がなかったので、どちらのソフトも僕の方で少し使ったレポートをしてみました。村長でした。